80年まで、もうちょっと前かな昔、スターログという SF 雑誌がありましてそれで紹介されていたデザイナーがいるというそこから「センチネル」という最初の画集「ドラゴンドリーム」というシリーズの画集があってそれをアートミックに入ったときからそこに置いてあってそれをむさぼるように見て。 でそのすぐあとぐらいに多分、えー、ブレードランナー、はい、あトロントブレードランナーっていうのをまですごいフィーチャーされてその勢いであの例のどこだっけ えー、原宿で千代店というのがあったんで見に行って実際に原画とか見せてもらってなんだこの人ポスカーで描いてるよっ,つってびっくりしたんですけど意外と絵がちっちゃいんですよねこんなち,っちゃいでこんな密度なんだと思って、ね、それがすごいとこなんですねまたね、はい、もうねいやあれはちょっとね目から鱗ろを押したというかそうですか 実はね85年ぐらいそのシドミードまあブーム的なものがちょっと日本にもあったんですけどそんな感じでその時にえっとソニーさんが当時あのヒットビットというあの MXX そうですねこの間ちょっとその話がねあそうなんですかその玉で歌っちゃいましたねあの松田聖子さんがあのなんかヒットヒビットのヒットビットっていうあれがあってでその中にあのシドミードさんをテーマにした CM っていうのがあのヒット CM があってそのデザインを実はあのアニメーションスタッフルームという CM 制作会社からあの急に僕の方にたまたまな,なんでだったかわからないです急に来られてあのシドミードの,あの,ーそのイラストに画集に書いてある表紙かな「オブラゴン」っていうあの画集の表紙に書いてある場所面から見たスピナーっぽいデザインがあってこれを立体化したいんだけどあの造形で作りたいんだけど。 あの他のアングルがないと、うん、なんとかこれ、他のアングルを誰かでっち上げる人いないかっていうことで、ねでね、お,お前、あんたできますかって言われて、すごい話ですね、ね<れ>もうね、めむちゃぶりでまことがあるだろうという、ね、それで泣きながらあのいや、できますとか言って、まあ、その時若いのいたりですからね。で、ねまあ、でもね、はい、そういうい話 それで、しかもあのその日、確か月曜日の夕方ぐらいだったんですけど月曜日の朝ちょうだいみたいな話でさらっとあの三面図までちょうだいねみたいな話があって叫んだとか思いましたけどね。でも、まあ,あ、の,のがものなんで頑張って当時、だからちょうどえっとね、確かね、あれなんですよ。 2010年ってあったじゃないですか2010年宇宙の旅の続編のあれにあれにねうそうあれに下水さんが書いててそのスケッチブックみたいなの僕は英語版で持ってたんですたまたまそれの何か合宿が一生懸命食いっきり見ながらもう下水になった気分で3日間のうちにですねそれを仕上げて。 月曜日あ金曜日ですね。金曜日頼まれて並えて土日月で月曜日にちゃんとスケジュール通りにそうですもうそれはもう一応ギリギリで守る男ということでいやさすがもうその子の山崎さんの姿がねそうですね今今だいぶそれできるようになってます。できるようになってますね。あそうですかじゃあもう本当にあのいろんな出会いがその当時からそうですねでもそれをちゃんと一体本当1メートルサイズぐらいのミュージシャンとそれをモーション撮るカメラで撮って 的な今でもあのヒットビット、えー、ソニーえっ、ー、とシドミードであの検索すると, you でれると、えー、YouTube でレーと思いますけどね,ねそ,うそうそうその<や>よそあの正面以外のはいそうですね一応裏側とかにあの、うん、頑張ってあのディテールをつけつけますんで見てもらえるといいと思いますそうですはいいやもう本当にあのねそういう縁もあるっていうことでね、はい デザイナーとして見てどうですか?。いや、あのー、まあ、ひとみさん、デザインが素晴らしいっていうのは、もう本当に今さ、言うまでもない。ことだと思うんですけど。はいはい、あのー、なんていうのかな、その。絵を見てもらうと、わかるんですけど、例えば、車のデザインの。未来の車のデザインというテーマで書いてあるのに、周りの街が書いてあるんですよね。はいはい、で、周りの街が書いてあって、その街がすべて。ひとみの。デザイン。ワールドが。行き渡ってるわけ。あのー、たと、ただの。 なんていうのかな、あのー、標識とか街灯とか、はい、歩いてる人のファッションまでちゃんとシドみー・ミがデザインしててですね,、はい、ですねなんかねこれ以上かっこいいものをあれ以降も見たことないと思うぐらい、えー、やっぱりあのそのトータル力というか世界観を作る力というのは、はい、やっぱりずば抜けてましてだからやっぱあれを見て。 見たんでその後、まあ、ヌエさんももちろんスタジエの川森さんとか、めたきさんもそうなんですけどやっぱりメカデザイナーはなんとなくこう世界観もひっくりめてデザインするものっていうような認識が自分にはそうしなきゃいけないんだという,う、ね、なんか脅迫観念の見えたものがあれを見て以来あってですねでそういうのがまあ楽しいなと思いつつあのデザインの仕事はずっとやってますけどねそこをやっぱり切り開いたというか、まあ多分意識してやってるんじゃなくて。やっぱり こここののメカが活躍でできるのはううういうい世界だとす僕が演出に入ったのもやっぱりこういうロボットとかこういうメカが活躍するのに「お前撮ってんのそこかじゃねえよ」って「こっから撮れよ」っていうのがあるんでやっぱりその根底を書き出したりとかですねあのアクションをいろいろつけたりとかしたくなっちゃったっていうのがあるんでやっぱりそういう世界をデザインするっていう部分がやっぱりみさんのの一番の魅力かなと思いますねそれはもう本当にねあのリドリー・スコットって。 大監督がね,はい、はい、ねブレードランナーのスピナーのデザインを発注してね,ね,ねデザインスピナーのデザインだけじゃなくて前のね街がね周りの街がもう一緒にこうね、はい